アイテム番号 SCP-115JP オブジェクトクラスケテル・ユークリッド特別収容プロトコル SCP-115JP はサイト81内の標準物品収容室へ保管されています。収容室は6メートルの通路を経て隔離されており、通路の手前側に監視室が備え付けられています。収容室内には特定指向発生装置と指向漏洩防止装置、監視カメラが備え付けられ、最低限特定指向発生装置は常時稼働状態としてください。特定指向発生装置の本体は監視室へ設置しており、稼働状況は常時モニタリングされています。特定指向発生装置本体は監視室内で予備を含め3台設置されています。装置の稼働には電力以外に専用の指向発生カートリッジとエネルギー補給カートリッジが必要です。指向発生カートリッジは通常30日に1回交換してください。エネルギー補給カートリッジは容量が 10% を下回った場合に交換してください。各カートリッジは監視室に常に12セットの予備があるようにしてください。エネルギー補給カートリッジは緊急の際はブドウ糖の水溶液で代用ができます。指向漏洩防止装置及び監視カメラについては規定に則った整備をしてください。収容違反が発生した場合、職員は直ちに収容室から6メートル以上退避してください。収容室の区画を隔壁で隔離後、特定指向発生装置のデータを分析、設定を調整し再収容を試みてください。説明。 SCP-115JP は現在 50×50×150cm の六角柱の形をした未知の材質の実体です。1900年月日に収容した際、現在の形態となりました。 SCP-115JP は周囲約5メートル以内の人間の思考を無差別に読み取り、強い思考から順にオブジェクト自身へ反映させます。対象の人間が食料を最も望んでいた場合は食料に、睡眠を望んでいた場合は安眠を誘う器具といった具合です。変化した SCP-115JP 実体は変化後の性質を有しており、食料となった場合は問題なく捕食することが可能です。その場合の健康への悪影響も特に発生しないことが確かめられています。対象の人間の思考によっては、オブジェクト自身へのフィードバックのみならず、編集済み。SCP-115JP は1900年月日、県の集落で発生した一連の自然災害の際に収容されました。集落は気候も良く作物も良く取れていましたが、現在は廃村となっています。生き残った住人からは、様のたたり、であると証言が得られています。集落内の倒壊した社より、様の養蜂と書かれた文書が発見され、収容プロトコルが確立されました。発見された文書については本意を参照してください。一連の自然災害は、異常気象による土砂災害とのカバーストーリーが流布されています。本意。集落の社より発見された文書。現代語訳。様の養蜂。1。様は社の中央に安置すること。1. 社は幅奥行きどもに7間とすること。1. 社へとどまってくださるよう、祈祷を欠かさぬこと。1. 様への願い事は、破損で判別不能。こと。1. 様からのお言葉は持ち帰り検討すること。1. 願い事は強く持つこと。1. 恐れぬこと。以降は損壊が激しく判別不可。ほい。インタビュー記録。対象、SCP-115JP。インタビュアー、研究員。不機。SCP-115JP は特定指向発生装置により、日本語でのインタビューが可能なように調整されています。研究員は監視所から遠隔でインタビューを行っています。録音開始。こんにちは SCP-115JP。
私の声は聞こえていますか？こんにちは。聞こえていますよ。ですがあなたの思考は聞こえませんね。無視して、あなたにいくつか伺いたいことがあります。よろしいですね。どうぞ、お答えできる範囲であれば何なりと。1900年月日、とある県での事件により多数の犠牲者が出ました。覚えていますね。あの事件を何故引き起こしたのか伺いたい。私は望まれないと生きられません。他者に望まれないと存在できない、小さな存在なのです。質問に答えてください。お答えしていますよ。皆は雨を望んでいました。故に降らせました。雨が降ると、皆が土砂崩れを想像しました。故に崖を崩しました。押しつぶされた方々は一様に死を覚悟しました。それゆえお手伝いをしました。ガタン、と、研究員が席を立つ音。何か音がしましたね。どうされましたか？いえ、いえ、それでは、あの事件はすべて住民が望んだ結果だと？その通りです。私は望まれないと存在できません。録音終了。終了報告書。インタビューを信用するならば、現在の収容プロトコルは完全と言えるでしょう。将来的には指向発生カートリッジの供給が問題となってくるかもしれません。カートリッジのリサイクル手法を早急に確立させるべきです。B クラス職員は有限な人材ですから。結城博士。